第14章心を正常にする瞑想法と死の瞑想法瞑想法はいろいろな種類がありますしっかりとした瞑想の指導者が存在する場合はいいのですが大部分の人はそんな贅沢は望めないことがほとんどですこのため独りよがりの瞑想をしていると時にとんでもない妄想を信じ込んだり幻覚が見えたりして 精神に異常を起こすす人もあります古来まともな宗教団体は入信する人に対して必ず戒律という厳しい規則を守ることを要求し指導してします。これは宗教的瞑想に伴う精神異常を防ぐための手段でした。人間として根本的に守るべき道を外れて宗教的瞑想に深入りすると高頻度に 精神に異常をきたしますところが宗教団体に走るような人は大抵は精神的ないし身体的な悩みや病気を抱えている人がほとんどですこのような人がとにかく信者の数さえ増えればその内容はどうでもよいというようなレベルの信仰の宗教団体に入り宗教的修行瞑想的な修行法を含むことが多いを行うと。 多くの場合はその人の持っている異常性がますます増幅される結果となります。これが現代の世界で宗教がなんとなくうさんくさくまともな人間が入るものではないと思われている理由です。瞑想を行う場合神仏等の宗教的な視点からのイメージを持つことは危険な要素はあるものの非常に有効な手段です。 宗教は大嫌いであるという人はこのところは省略しても結構ですが私は宗教というものは人生をいかに生きるかという問いに対して答えを与えてくれるものであると思います宗教という言葉ではなく哲学とか心理学という言葉を使ってもいいでしょう第一節、十善会と極楽地獄の分かれ道」の瞑想前述した 十善回と極楽地獄の渡れ道の一つ一つの項目について自分が守れているかいないかを内観的思考法で子どもの頃から調べていきます。守られていない場合はどうして守られなかったのか心の中で考えて反省します。この時罪悪感に苛まれて気をめいらせてはいけません。自分の心を浄化し より良い境地に到達するために反省を行っているのであるということを忘れないでください。